アトベ勝負だ。ああお前昔俺にしりとりで負けたの覚えてねえのか。覚えてる。覚えているからリベンジするんだ。結果は目に見えてるぜ。つべこべ言うな。だが前回お前が勝ったことに間違いはない。だからお前が先に行け。わかった。じゃあ行くぞ、うん、メソポタミア。ああこれ短すぎるな。ちょっと待って短びっくり。俺様のビビにはな、パチンテニスの王子様オンザレディオ。懐かしのこのコーナー行ってみましょう。夢の対決テニプリドリームマッチ。ありがとうございます。オンザレディオをお聞きの皆さん、こんばんは。柳蓮司です。こんばんは。普通やな。気分気分盛り上げていきましょう。はい、よし。このコーナーではオンザレディオでしか聞けこのコーナーではオンザレディオでしか聞けない夢の対決をお送りします。では早速今夜の対戦カードを発表しましょう。永遠のライバル対決再び、手塚国光 VS 後部圭吾。後部俺は負けない。手塚、あの時のように最後に勝つのは俺はちゃんとやるぞ。俺だ。きったね。ほんと諏訪部さんは偉いと思うよ。偉いね、ほんとに。俺完全に流されちゃってるもん。まあ、そう言うなよ。まあ、それでは、はい、対決のテーマを発表します。はい。はい、今回の対決は、金河新年テニプリカルタ対決。わー、カルタか。カルタ来ました。お正月といえば、テニプリカルタ。カルタ。なんか去年のお正月も、ドリームマッチやって、カルタやったんですよね。はい、その時はなんか、ね、藤修介対。それで今日呼ばれたのか、俺。あ、それで今日呼ばれたのか、俺。なんか、藤の圧勝というか爆笑だったっていう噂を聞いたんですけど。あまりに僕が取れなさすぎて、カイダさんが引いたっていう。全然。0枚でした。0枚何回ぐらい読んだの結構なんか3つぐらい、5つぐらいあったんだっけ。全く取れなかったの。絶好取れなかった。どんだけ俺が意識が散漫なのかっていう話ですよね。集中力ないんかっていう。はい。じゃあ、今年こそはね、雪辱を、記していただきましょう。はい。では1枚目いきましょう。よし、はい、憎しみを放つ手に、はい、ああこれ途中でいいんだよね。はい、大丈夫大丈夫だと僕が断ち切る。お、藤が、藤修介、藤が、よし、残さずに、はい、ああ目の前諏訪部さん目の前。楽しいなこのコーナー。諏訪部さん、俺様としたことが面白いな。ちょっとなんかこっちが汗出てきますよ。じゃあ次いきますよ。よし。ねえ、今の笑顔は、はい、わあ、それは遠いよ。だん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 。さっき目の前だったじゃん。ねえ、今の笑顔は永遠に僕のもの。分かった。おばちゃんが強いんじゃなくて、それが弱かったんね。まあ でも本番はこれからだぜ。あれ、本番はこれから。3回読んだんだけどな、何枚読むんだろう。よく、耳に焼き付けました。本番はこれから、はい、ではそれにふさわしいカード。でまた富士じゃないかこれ。そうだよ、ね、いきますよ。よし、決戦の、はい、諏訪部さん、軽く見苦しい。今だって諏訪部くんの目の前にある札を、俺と金さんだったからね。そうですね。いやいやいや。もう0コンマの世界でしたよ、本当に。俺ももう、俺もついてたからね。もう朝一つ書かずに撮らせていただきました。これ、手塚の札だな。なんだろう。おー。じゃあ最後まで読みましょう、うん。決戦のコートに届けこの思い。さあ、油断せずに行こう。そう。よし。この札は俺が取らなきゃダメじゃん。じゃあ行きますよ。はい、オッケー。皇帝の、はい、ガーおー、アートベ取りましたよ。これは真田がピッチング。そうですね。お、皇帝の辞書に負けるの文字はなし。負けるの文字はなし。なんだ。いきますよ。はい、よし。さあ、行くぞ。あ、違う。お手つきこれ。お手つきはどうなります？マイナスです。あ、並んだ。並んだ。じゃあ、この今のさあは、なし。なしで。あ、これ、札も読んでね。そうですね。
さあ行くぞ、繋いだ心と願いは一つ、声楽ファイオー、まあ、声楽がエンジンを組んでるわけですね。声楽全員、でもほら、この絵には手塚がいないからね。あ、決戦で、じゃあこれを取った方が、プラス50ポイント。おい、そこまでプラスしなくていいじゃん。1で十分だ。ああ、そうなの。今2対2なんだから。そうなの。どう見てもそうなの。よし。じゃあこれが決勝だな。はい。じゃあ、いきます。お、よし。しっかりと。これと、これは取らないと、これは取らないと、諏訪部さん。読んであげて。しっかりと焼き付けておけよ、俺様の美儀。試合終了。まあ後でが万歳してるチビキャラですね。本当に、SE のキャラだなこれ、はい。ということで、うん、この勝負、おけいさんの圧勝です。手塚フリーにしねえだから。あ、これ、あ、キャラでやってました。キャラでやってました。負けた、アトベさんには、リスナーに自腹でプレゼントをお願いします。じゃあ、しょうがないな。今日この使った、カルタの王子様2、これを僕が、俺様が自腹で買い取って、これをプレゼントするぜ。じゃあ、ちゃんとサインとかも入れとくよ。アトベの札にな。くそ。以上、すね悔しい。テニプリドリームマッチでした。